はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の詩集シリーズ、詩集シリーズ第9弾をお送りします。で、今回も受験問題8問ですね、やりますので、まずはこの状態で動画を止めてチャレンジしてみてください。で、やった後に分かんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな？では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ一応ちょっと画面下げますね。で、今回はね、まあ、8番はやや強敵です。詩集に入れるか若干迷った問題なんですけど、これはいいかな。そう、でもね、大事な知識結構はね、存分に入ってるんで、ぜひチャレンジしてみてください。では行きましょう。で、まあ2分28は参考記録で、ね、参考にしてみてください。で、1番ですね、まあ、いつもよく出てきますけど、足し算と掛け算があるんで、掛け算先にやろうねっていう引っ掛けかな。で、ここですね、プラス8かけるマイナス4分の1で、これが1分の8って考えれば約分することができるので、これマイナス2ですね。つまりマイナス7マイナス2って式が変わるから、これ計算してマイナス9で OK です。で、そうそう、ちょっとね、咳込む可能性高いんですよ。風邪ひいてて、昨日からね、病院行って何とか今抑えてるんですけど、申し訳ない。もう本当体調管理みんな気をつけてね。で、次、カッコの前の数字9をここに配ります。だから 9A プラス 9B ですね。で、これマイナスをこのね2つに配るので、マイナス A マイナス 3B と。で、足し算引き算に関しては同じ文字しか計算ができないので、 9A とマイナス A をくっつけて 8AB 同士をくっつけてプラス 6B と。これで OK です。間違ってもこれをくっつけて 14AB とかにしないでください。で、次なんですけど、これね、公式本当は多分正しくは使うべきだと思うんです。思うんですけど、一応そっちでやってみますね。何の公式かっていうと、カッコが2個あります。で、左側ルート7っていうパーツが同じですよね。なので、展開の時にやりましたけど、ルート7のところを X に変えればこうなりますよね。で、あれは多分ね、解ける方が多いと思います。これに関しては。これ、X の2乗。こことここ、足したものに X つけて、最後はかけたものみたいな。こうなりますよね。で、これが使えるんです。何かっていうと、X のところがルート7に変わっただけなので、だから、こっち行くよ。ルート7を2乗すれば7ですよね。ルートは同じものをかけたらなるとルート外れるんで。で、X のところもルート7って考えると、プラス4ルート7。で、マイナス12。で、この2つ、計算できるので、マイナス5プラス4ルート7で、あれで正解なんです。公式使うとね。ただ、この見た時に公式使ってやろうって思えない方のも結構多いと思います。その時、えってなった時にはもう無敵の技です。全部掛けっていうね、まあ、自分が勝手に呼んでるだけなんですけど、これは全部掛けます。こことここ、これ、こことここ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 の4回です。で、全部丁寧にやるとルート7かけるルート7なんで7、ルート7とマイナス2なんでマイナス2ルート7。プラス6とルート7なんでプラス6ルート7のプラス6とマイナス12なんでマイナス2なんでマイナス12と。こうですね。で、まずここね、計算するとマイナス5。ルート7で共通してるので計算して、こうやってやれば同じ答えになりますよね。これもどっちでもいいです。かっこよく公式使った方がいいかなって、使えないとまずいかなっていうのはあまり気にしなくてもいいかなと思います。個人的には。得点取れればいいです、ここはね。で、次、一次関数じゃねえや、一次方程式。まあ、これは文字がくっついてるのを左辺、数字だけを右辺に固めればいいから、これ、こっちに持ってくれば、マイナス 2x。マイナス5、こっちに持ってきて、1とくっつければ6。両辺、マイナス2で割って、これで OK ですね。さあ、連立です。これは、
まあ下に4かけた方がいいかな。上6だとまた大きくなるもんね。まあ4でも大きくなるんですけど、じゃあ上はそのまんまいきます。こうで下に4かけて 4x-24y32 か、引き算だね。で引き算なので、まあ、足しに変えて全部符号を変えちゃいます。消えますね。ここ 23y-23 だから下入るかな。いける。両辺23で割ると y=-1 です。でそれを、まあ、下のが楽ですね。ここに -1 入れるとここがプラス6になります。掛け算してね。でプラス6右辺に持っていけば x=2 となって、これで OK。 で連立方程式は必ず合ってるか確認がねできる問題なので、2と -1 をやってみようか。上の式 xy に入れると2を入れればシニが8、マイナスかけるマイナス1なんでプラス1イコール9、これ一致してますよね。で下も同様にやると一致するので、両方一致すれば絶対に合ってます、その問題。いい？だからもう見直しをする必要がなくなるので不安もなくなるしね。1個ね違うかもっていう。なんでまあ時間ねあんまりかけちゃあれですけど、確認ねしてみてください。よし、ちょっと消すね、さっきの。で、次が二次方程式です。で、これは左辺が因数分解できるんですよね、これ。だから、それしちゃいましょう。35、かけて35って、まあ、7535なので、これマイナス7と、マイナス5にします。かけてプラス35、足してマイナス12になるコンビを探す。それがマイナス7とマイナス5なんで、高因数分解できます。で、まあこれは機械的に覚えちゃって構わないんですけど、ここ、マイナス7とマイナス5の符号を変えたものが答え。つまり7と5です。こうなる。ただ、これ機械的に持ってっちゃっていいんですけど、なんでそうなるかは絶対覚えておきましょう。で、これなんでかっていうと、で、ここ掛け算隠れてるんですよ。括弧同士にね。で、掛けて0になるには、こいつ、x-7 が0になるか、x-5 のどっちかが0になんなきゃいけないんですよ。だから、x-7 が0になるって解けば、ただ、こっちに持ってきて7でしょ？だから7なんです。こっちも同様ですね。で、こういうことがあるから、こうなる。機械的にこうできるんだよっていうのを覚えておきましょう。なぜかっていうと、まあ、受験でよく出される引っ掛けはこれですよね。こういうやつ。因数分解した後にね、まあこれが出される時もありますけど、で機械的にここの数字だけでって覚えておくと、マイナス1とプラス3って書いて×を食らうっていう。そうじゃなくって、括弧の中身が0になる時を考えなきゃいけないから、 2x プラス1が0、つまりこれ解くとマイナス2分の1なのね。でそれを答えに書かなきゃいけない。まあ右はね3って出てくるんですけど、ちゃんとだから中身がゼロを解いてやってるんだよねっていうのを頭の片隅にでも置いといてもらえるといいですね。もう本当にこの辺はもうミスを本当にしてほしくないとこなので。で7番が度数分布か。まあ急に来るとね、度忘れしちゃったりとかね、数個も出てくるかもなんですが、今回、まあ、26メーター以上投げた人が何パーセントって聞かれてます。でこの何パーセント系はまず26メーター以上投げた人が何人かを確認してください。で、ちょっと標高に書いてないんで申し訳ないんですけど、4人じゃないからね。これ7人なんで、ここまず気をつけてください。26メーター以上ってことは、30から34、1個下ね、の人たちも含めます。26メートルより多い人だからさ。だから4たす3で7人。で、それが分かったら、その人数割る全体20人ね。かける100でパーセントが出ます。これだけです、計算するのは。自分がよくやるのはね。で、これって、割り算と掛け算だけなので、一個ずつやってもいいんですけど、めんどくさいんで、7上来ます。割り算の後ろなんで下来ます。掛け算の後ろなんで上に来ます。っていう、その割り算と掛け算のルールを使えば一発でいけます。こうやって、まあ、こんなことしなくてもいいんだけどね、できるからね。約分すれば、35だからパーセントつけて、これで終了っていう。これで OK です。
ほんとね、度数分布とかは冬至で来ると結構ね、あれって思っちゃうことが多いんで、ね、ここでまあ再確認しといてください。ごめんね。さあ、ラスト強敵です。これはちょっと強いです、相手としては。で、まず、円周角の定理っていうのを使うので、もし習ってない方は本編の方を見てください。その基本的なルールを使います。で、こなんだよね、こ。まず、どっちからいこうかな。ちょっと問題文の後ろから言っていいですか。こ BD です、ここです。このこが、こ A、待って、AB か。の3分の1だよって言ってます。これ何言ってるかっていうと、AB、ここね。この全体カーブの3分の1ですよっていうことを言ってるんです。で、ここから何ができるかっていうと、これね、ここにこういうのを結ぶんですよ。ビーって。これね、まあ中心角とか円周角の、ごめんね、話になるんですけど、全体の話です。全体の3分の1なんですよ。ここ角度いきます。ここ全体って180度ですよね。半円なんで。だから、ここの角度も3分の1になります。これは弧の大きさと一致するので、中心角は。いいかな？全体が3分の1だったら、ここの角度も3分の1でしょって。つまり、180度の3分の1だから、180×3 分の1をして、60度ってことがわかります。で、そうすると、まあね、本当は円あった方がわかりやすいんでしょうけど、こことここをスタート地点で考えた時の中心角なんです、60度。同じスタートから外に行った円周角はその60の半分になるっていうルール、これ円周角の定理ね。があるから30度になります、ここが。で、色変えますね。同じようにやりましょう。今度 AC です、ここ。これは、9分の4かな？確か AB、こ AB の。違ったっけな？あってね、9分の4。だから同じです。これも、中心角を、こう引いてしまって、ここの角度が全体の9分の4っていう。つまり、この長さが中心角の比と一致してる感じですね。だから180度に9分の4をかけてあげると、これ80度になります。80度。で、外の部分から中心に行くのが中心角。ここね。こことここから。で、同じスタート地点から外に行ってるのが円周角で、これが中心角の半分っていう感じ。ごちゃごちゃしてるでしょ。で、これどこ求めたいかっていうと、AEC を出したいんです。もうこれ出せばね、もう楽勝です。ここです。AEC。今、この三角形見てください。ここ。ここね。ここの角度とここの角度。二つの内角を、三角形ね。内角を足したものは、残った角度の外角と一致するので、出ない。30足す。ちょっと向けようか。40して、答え、70度で終了となります。もしかしたらね、もっと簡単な解き方あるかもしれないんだよ。ごめんね、これ。答えしか俺分かんない状況でやっちゃってるんで、これでやったんですけど、で正直、今までこれ第9弾になりましたよね。受験対策でこのシュシュシリーズ。今までやった中で一番って言っていいほど多分正答率下がると思います、これが。うん。図形っていう方に入ってもいいぐらいのレベルなんですけど、まあ、大問1で本当にこれ実際の受験問題なんで、この流れ出てきたと。で、これがね、絶対解けなきゃいけないとは思ってないです。このシュシュシリーズを見てほしい子たちには。ただ、円周角、今、同じスタート地点から中心角と円周角、これが半分になるは絶対に覚えなきゃいけない。それと、弧に関しては、やってることは角度をただかけただけなんです。例えばこっちね。弧の長さが全体、弧全体が160度、180度だからさ。それの弧が3分の1なら、ここも3分の1でいけるんだよっていう。そういうことができるんだよっていうのをちょっとね、覚えてほしくって、無理やりちょっとね、詰め込んじゃいました、今回は。といった感じです。では、今回は、高校受験対策のシュシュシリーズの第9弾をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。ちょっとごめんね、この咳バレばっかしてて。で、また、シュシュシリーズだったり、別の単元のね、シリーズとかも撮っておりますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。